3番目のエピソードはオハイオ州での出来事です。ここでロムニー夫人と私のクライマックスを迎えます。ロムニー夫人が事務所を訪れて30人ぐらいの支持者を前にスピーチをしました。その時突然幼い子がよちよち歩きをしながらロムニー夫人の方へ歩いていったのです。スピーチの最中でしたが、ロムニー夫人はなんて可愛らしい子なのと言ったのです。つまりその一言が有権者とロムニー夫人を引きつけました。ロムニー夫人は非常に子供が好きです。5人の子供を育て18人の孫がいます。スピーチが終わったので私はボランティアの部屋に戻りました。するとロムニー夫人がボランティアの部屋に入ってきたのです。私が自分が座っている机から手を振るとロムニー夫人がそれに気づいて手を振り返して、あなたまた来てくれたのね、応援しに来てくれたのねというメッセージを送りました。私は有権者にアンケート調査をして気を取られていたんです。そのうちにロムニー夫人はもう部屋からいなくなっていました。そこで携帯電話を置いて事務所の中を探しました。ロムニー夫人はいませんでした。建物を出るとロムニー夫人が建物の出口に向かって秘書らしき人と歩いているのが見えました。ロムニー夫人、大きな声で叫んだのです。するとロムニー夫人は振り返って親指を2つ上げて OK、 賛成、承認の合図を私に送りました。すると彼女自ら私の方に歩いてきてくれたのです。そして突然ロムニー夫人が私をハグしてくれたんです。その時に私は返す言葉もありませんでした。ロムニー夫人がまた秘書らしき人と出口に向かって歩いていく時に、彼はスーパーボランティアなのよと言ってる声が聞こえました。